過ぎちゃいましたね。もう先にお風呂入りました。そう、お風呂入ったのにね、冷や汗ですよ。お待たせしました。ごめんなさい、15分お待たせしちゃいました。こんばんは。汗寝てない、寝てはない、寝てはないです。ただのうっかりあいこです。やっほこんばんは、見に来てくれてありがとうございます。ちょっとね、久しぶりにこんな長風呂したなってくらい、何時間入ってたかな。私お風呂入るとき結構高い温度で入るんですよ。今日めっちゃ入った。そう、のぼせました。でもなんか携帯とか触ってたら2時間ぐらいちょっと使ってたかもしれない。久しぶりにゆっくりお湯に浸かって、ね、のぼせるという、そう、熱いお湯が、お風呂が好きです。でもなんか肌が乾燥するからあんま良くないんですよね、高い温度でお湯に浸かるの。でもなんだろう、ちょっと久しぶりになんか贅沢に時間を使えて嬉しかったです。いい夜です。ちょっと自分のために時間使いすぎちゃった。整いました。サウナ、今日ねサウナに行こうかなって思ったんですけど、ちょっともうお風呂に長く使ったらいいかと思って、そう、もうイベントも終わったし、時間がある限りゆっくり過ごそうと思って。でもねサウナはね1ヶ月に1回ぐらいでいい。なんかいざ行くとね耐えれなくなる。そうなんですよ、ちょっと時間に追われてたからね、岩盤浴行きたい。こんばんは。個室サウナいいよね。こんばんは。そう、自分との戦い。なんか岩盤浴がさ、なんかなんて言ったらいいんだろう、ずっと寝とくだけでいいけど、なんかサウナって戦いって感じだよね。本当に1ヶ月に 1,2 回でいいや、戦うのは。りのんちゃんハートありがとう。ゆんちょまるハートありがとう。かわいいね、ポムポムプリン。私が好きなの知ってるの？ズーミンハートありがとう。タカさんキスマークありがとうございます。サータンしんいちろー、なべなべひげめがねギフトありがとう。ベルビアンカさん、デュエールさん、ケンケンさん、ソリオ、クジマサさん、ヨッシーさん、ギフトありがとう。
ポンポンプリン好きです。この間まで投票が、人気投票があって、プリンはね永遠の2位なんですよ。だから応援して、もうでも終わっちゃったけど、応援してあげてください。アキリンコモンブラン、アンニョン、マリちゃん、ユウキギフトありがとう。2位じゃダメなんですよ、やっぱ1位を取りたいじゃないですか。推しを1位に持っていきたいじゃないですか。やばい、眠い。2位じゃダメなんですよ。ねむねむあいこ、もうなんか今日はリラックスデーだな。今日はもう自分をとことん甘やかす日だな。うむうむ。なんか髪の毛が緑に見える、なんでだろう。イベントが続々と決まってます。 Yes、 そうです。なんか6月7月がすごい楽しそう。6月7月の私楽しそう。山梨に行きますね。また新しく山中湖に行くことが決まりました。行ったことないんだよね。え、嬉しい。山梨行けるってすごい嬉しいんだけど、なんか新鮮。いや本当になんか最近さ、毎日私発表が発表あるよね。じゃじゃーんって日々が続く。ひげめがねさん、レフトさん、世紀末の人間さん、ギフトありがとう。あきりんこありがとう。何がある？山梨、なんかさ、山梨弁ってさ、なんか日本で一番可愛くない方言みたいな言われてなかった？それぐらいしか知らない。あとブドウ？ブドウが有名？あ、信玄餅。へえ。信玄餅ってどんなのっけ？あ、ワイン、そっか、ぶどうが有名だったらワインも美味しいんか。ほうとうって何？富士急ハイランド。富士急ハイランド行きたいよね。眠ちぃ。ほんとおいしいんや。あ、そうなんや。うどんの仲間？バブミが強い。もう完全に私は今日はもうスイッチがオフになっております。ほうとうはきしめみたいな感じかな。
もうねむねむにゃんこですよ。食べてーのー 山梨の美味しいものは全部よこせー 食べてーのー。おみかん、ひげめがね、豊中のヒロ、レフト、世紀末の人間、ギフトありがとう、ユンチョマル、ありがとう。お、起きた 起きたかもしれない。あ、ミラーボールが回ってる。あ、終わった。ありがとう、ユンチョマル。ユンチョマル、あ、よいチョマル。アナブン、くじまさ、ギフトありがとう。タワーが立てたら、タワー立てたら目覚める。いや、どうだろう。うん、完全に私はお風呂を長風呂した時点でも、あ、これはもう今日は頑張らなくていいって思った。ゆうきりのギフトありがとう。ひげメガネありがとう。あ、最近本読んだりしてます。でもなんかね、自分の考えがね、すごい、なんか、なんて言ったらいいんやろ、めっちゃ、なんか 超過激派の、なんか過激派のなんかフェミニストみたいな なんかになりそうな、なんか本読んで だからなんかこの本読んでて大丈夫なのかなって思う そう この本大丈夫かなってちょっと思う なんか、そう、だから一応なんかちょっと読んでは見てるんだけど、自分の思想がこうなんか 変わってしまいそう。でちょっと怖い、読んでて でもまあいろんなことが知れて面白いですね お気を確かに、お気を確かに、気を強く持って。なんかそれ買った理由がですね、タイトルに惹かれたっていうのがあるんですよ。まあ、ちょっとこの本の名前のタイトルを言っちゃうとあれなんですけど、そのタイトルに惹かれて読んでみたんですよ。そしたら、おお、なかなか激しい 意見、激しい、なんかこう文章を書くなーって思って、なんか面白いなーと思って、
面白くて読んでます。でもそう、なんかこう結構ね、なんかああこういう考え方もあるんだ、こういう世界もあるんだって知れて面白いですね。大丈夫。今のところそんな染まってないです。そんな、でもなんかこう偏った思想は今のところ持っておりません。そうだよ、参考にね。フェミニズムは大切ですよ。あんまり偏りすぎるとあれだけど。でも皆さん、愛子自供には偏ってください。愛子自供には。いてくださいね。教祖様。そう、沼ではなく温泉。温泉の先には愛子自供。営業中です。皆さん来てください。 もう明後日お話し会ですね。待ってます、皆さん。あ、あと再販もやってるみたいなので、皆さんぜひぜひいろんな話をしませんか。くじまさ、こじさと、きよ。りのんちゃん、たかさん、きりんこ、ひげめがね、ゲストありがとう。勧誘はしませんよ、話し会では。ぜひ来てください。もう第3再販ぐらいですよね。再販ぜひぜひ、予定が分かったら見に来て 来てください。会いに来てください。りのんちゃん、ゲストありがとう。たかさん、ゲストありがとう。好き好きさ、ふわふわふ、こんな気持ち、メロメロディ、夢だけど夢じゃない、お願いね。大人じゃない乙女です、泣いたりだってしちゃいます。
ポンポンプリンの歌が欲しい。マイメロの曲あるのに。ベルビアンカー、トコーリのヒゲメガネ、クジマサーギフトありがとう。大根ありがとう。疲れが吹っ飛ぶ、本当ですか？私を見てて。お疲れ様。それはとっても疲れてますね。ポムポムプリンの歌。ポムポム ポム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 、難しいな。ポム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 、なんかちょっと なんか地味な曲になっちゃった。黄色くてふわふわもぽよぽよ 黄色くてふわふわぽよぽよプリンちゃん、ポムポムプリン、ポムポム弾力ポムポム ポム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 、君の言葉包むよ。ポム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 、ポヨポヨポムポム却下です。却下。サッタン、おみかん、ゲットありがとう。15分経ったっけ？ 30 分までしようかな。ひげめがね、たかさたん、ギフトありがとう。こんばんは。普通に15分経ってるよね。やばい、眠たい。多分これショールーム終わったらね、私すぐ寝る。おやすみ。あくびとば楽だった。いや、本当に眠い。いい流れです。今日はね、あのね、何ピザだったっけ、なんか
めっちゃ美味しいピザ食べたんです、夕方。なんとかピザみたいな何食べたっけなんかね、なんか難しい名前のやつ、なんだったっけ、なんか美味しかったピザ食べて、でそれでちょっとゆっくりして、あ、お風呂入ろうと思ってお風呂入って、いいですね、いい流れですね、いい流れです。このまま私は眠い時に寝るっていう今最高な流れを流れに乗ってます。ピザの情報何やったっけ、なんかね難しい名前やった、なんとかピザ、なんかチーズ乗ってた大体乗ってるけどなんかでいい波に乗ってます。みんなもしっかり休んでください。メルビアンカさん、いい人ありがとう。スクショ。30分経った。じゃあランキング読みたいと思います。13位からいきます。13位キヨ、12位ソリオ、11位ズミ、10位マフィリアス、9位ダイコン、8位ヒゲメガネ、7位ベルビアンカー、6位カタカムタカ、5位アンニョン、4位コジサトウ、3位クジマサ、2位リノン、そして1位はユンチョマル、ありがとう。1位おめでとう、ヨイチョマル。ありがとう。ではでは皆さん、また明日。おやすみなさーい。